にちは、ナテンドロンパークのファントム岸本です。前回は DJI ファントム3の機体プロポの基本設定の説明を行いましたが、今回は、プロポの操作を、実際に飛行させながら説明をしていきたいと思います。前回説明した手順で電源を入れていきます。ウォーミングアップ中はステータス LED が赤、緑、黄色に交互に点滅します。緑になれば接続が完了となります。カメラの向きを操作するジンバルダイヤル、電源ボタン、ステータス LED、 バッテリー残量インジケーター、2つのスティックを使い操作を行います。右側が S1 スイッチ、左側は S2 スイッチ、ストラップ用ループ、プロポの下に充電用のマイクロ USB ポートがあります。ファントム3の操作方法にはモード1とモード2があります。モード1はラジコン操作、モード2は直感的な操作がしやすいモードとなっています。今回はモード2で操作方法を説明したいと思います。まず進行方向に機体の正面を向けます。左スティックを動かすと上昇、下降、旋回、右スティックを動かすと前進、後進、左右の移動ができます。S1 スイッチと S2 スイッチは3段階に動きます。 S1 スイッチは上から通常飛行、真ん中 GPS をオフにするモード、下自動操縦を利用可能なモードへの切り替えが可能です。基本的には一番上の位置にしたまま使用します。 S2 スイッチは複数回上下させると自動帰還機能が開始されます。S1 スイッチを複数回上下させることで通常の操縦へ戻すことができます。ドローンを操作中にカメラの向きを変えたいと思ったら、このジンバルダイヤルを回しカメラの向きを調整します。カメラの向きは真下から正面まで90度の操作ができます。左右へのカメラの操作はできないので機体自体を旋回させてください。前回説明した手順で電源を切っていきます。電源を入れる時と同じ操作になります。 Wi-Fi の設定画面からファントムとの通信を切断します。以上でファントム岸本のプロポの操作を終わります。今回でドローン講座初級編は終了となります。次に皆さんとお会いできるよう楽しみにしております。引き続きナテンドロンパークをご視聴よろしくお願いします。